やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。またギャマギャマ飲み会みたいな。シャルルとさ、ライジンガーみたいなのも DM とかディスコードであったんだけど。遅刻？遅刻はさ、俺はなんかさ、芸能がどうとか言い出したからさ、あんましないようにしてるんだけど。配信者の間だともう、なんか、いいよね。それありきで全て、なんか進んでんだよ、配信者界隈って。イベントを開くときもさ、集合時間、1時間ぐらい早いのよ。普通より。謎の空白の1時間があるわけ。それは誰が遅刻してもいいように設けられてる1時間なわけ。制作してますが、それを見越した集合時間を作ることがあります。でしょうね。でもそれはした方がいいと思う。コメントとかで遅刻とかで咎められてる人見ても、まあそういう世界なんだって見てあげてほしい。配信者の会話でそう回ってるんだよね。もう何よりも面白いっていうのが優先されてて、遅刻しても呼ばれちゃうからさ。プラスして配信者が遅刻したら配信でいじれるしね。マザーさんも遅刻してから呼ばれるようにとしたら、そういえばそうだね。マザーの遅刻が超絶分岐点な気はするよね。おもろさなんだよな。結局そんななんか社会的常識じゃなくて。すべては。だからなんかギマギマのメンツが遅刻してもね、なんかゆったりした目で見てください。シャルル氏が遅刻したとかなると、校長とか歌ってただからね。なんかその、見せ方あるかもね。あの人のことを本当に真に面白い組見るのって、本当にいつまで経っても変わんないのがおもろいんだよね。最近謝罪を覚えた。でも謝罪の後にさ、2日後とか3日後とかさ、人がいない配信で愚痴言ってない？俺は見えんだけど、そこまでのセットだなってわかるんだけど。でもさぁ、俺悪くないと思うんだよな、みたいな言ってるでしょ。これ。ちなみにジャスの配信部屋に植物ないぞ。マジ？おしゃれな部屋には植物必須だからね。すごいんだけど、ウコンじゃウコンみたいになってるじゃねえ。殺しちゃったな。なんでだろうな、悲しいな。あ、そういえばね、みんな、俺推しができたの。ちょ、今連れてくるね。ディズニーのオルメルくんって言うんだけど、俺この子にマジで恋しちゃって、本当に可愛い。こいつディズニーストアみたいなところに行って出会ったんだけど、ダッフィーの世界観のキャラクターなの。オルメルくんはダッフィーキャラクターって6体ぐらいかいるんだよ。で、他の子たちは爆売れしてんのに、オルメルくんだけ在庫マックス。ちょっとも売れてないの。本当に。で、買った時にさ、俺袋もらったんだよ。これが欲しいっつって袋もらったの。これ見て。みんなはさ、花を持ってたりね。みんな浮気あいあいしてんのに、オルメルくんだけ、タンバリンで盛り上げ役の風船走り、持ち役。持ってるもの多くね、オルメルくんだけ。やばないこれ。一番端で。賑やかしやってんだよ。俺もう愛しちゃって。で、買ってさ、俺買うまで気づかなかったんだけど、扱いのひどさでさ、俺ここ見て。円形脱毛症。ストレスで。やばない、もうストレスで、オルメルくん円形脱毛症あんのよ。ほら。で、誰の仕業かなって。こんなことをしでかしたのは、誰の仕業かなと思って、体中見回してみたら、ここにね、夜勤があるんだよね。ほら。
俺愛してあげないといけない、マジで。俺これ冗談じゃなく本当に愛着湧いちゃって。でさ、こいつのマジでかわいそうなとこが、オルメクのカチューシャ買おうと思って探してたのね。でも俺はもうその時点で、この子がどういう扱いを受けてるのか、で、もうこいつ坊主一貫だから、もう、やりようがないじゃん、ぶっちゃけ。わかる？これのカチューシャって無理やん。どういう形を取ってくれてんだろうな。頼むよと思って、見つけたんがさ、これ。クソだせ。え、これ。やばいやろ。耳ねえからって顔そのまま乗っけられちゃってんだよ。生首。頼むって、俺、本当にかわいそう、マジで。本当にかわいそう。よく言ったらさ、こっちにも夜勤あるのよ、ほら。契約の証。他の待ってね、ダッフィー。かわいい。すげえかわいいんだけど。見て、ほら。モコモコで。ちょっとみんなでオルメロくん布教しない？これマジで俺オルメロくんほんと可愛いんだよね今。マジでね、グッズも少ないしね、グッズがあったとしても本当に売れてないんだよね。想像を絶するよ、売れてないのレベル。そりゃ作んないわってレベルで売れてない。こういう台があったの、こういう台があって、ダッフィーが寝てるぬいぐるみなんだよね、枕に。ちっちゃいから何体かギュってなってんの、 5、6体こうやって。でステラルーとかさ、いろんなバーンっていて、でこうなって、緑色がね、こんなちっちゃかったの。え、売れてるじゃんと思ったの。すげえ売れてると思ったら、取ってなくなっていくじゃん、こういうものって。その度にさ、店員さんが補充するのよ。で毎回ちょっとずつギュッギュッってなってんだよね。ぎゅうぎゅうのオルメルがさ、端っこに、密度2倍。ここが、その、ちょっと余裕あって、ポン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 って置いてあったんだけど、オルメルだけぎゅうぎゅう。そりゃ円形脱毛症もできますわ。こいつを救いたい、俺は。オルメルグッズがあったら今後集めていくから。おかしいよな。みんな耳があってさ、あと尻尾とかもすごい長かったりするわけ。こいつだけ耳ないとさ、すごいんだよね、違和感が。並んだ時に、一人だけ坊主なの。オルメルがショーで仲間撮影されてる動画知ってる？ちょっと待って。何それ何それやっぱやられてんの？ねえ、やっぱやられてんの？腹見せてきたわ。ちょっと待って！ねえ、ちょっと待って！これやばいって、この写真やばいだろ。おい、オルメル俺がいるからな。オルメル俺がいるぞ。俺がいる。絶対愛してる、絶対愛してる、お前のこと。しんどい、ガチでしんどい。無理やりやらされてる感すごいな。この亀、クラスの予約の集団に合わせて写真撮ってた時の私にどことなく雰囲気似てるわ。左なんか違うじゃない、こいつぶち殺しちゃうのか。左なんか違うって言うなよ。オルメルの方に顔を向けてあげて、オルメルの方向いてあげて。ひどい、これ怖い怖い。オルメル、はい、これ。これはひどい、これひどい。おい、なんかお前、愛おしいな、ほんとに。メッセージじゃない、今のメッセージじゃないの、私はやられてますよって。 SOS でしょ今の。今絶対 SOS だって。俺こいつ幸せにするから。
オルメル君。